ところでニューヨークでは今も行方不明者の捜索や瓦礫の撤去が続いていますが、日本各地の消防隊員らがボランティアとして現地に向かうことになりました。成田空港には大阪や横浜、名古屋などから消防士11人が集まりました。メンバーは今年6月アメリカで開かれた消防競技の世界大会の出場者で、その時知り合ったニューヨークの消防士から助けてほしいというメールが届いたのがきっかけで応援に行こうと決めました。メールをくれた消防士の同僚も8人が行方不明になっています。まあ、メールというと直接まあ僕らに言ってくれてるんだっていう気になって、是が非でも言ってやろう。今回の事件では救出活動中にビルが倒壊し、多くの消防士が犠牲になりました。そして昼夜を問わず作業が続き、復旧に当たる消防士たちの疲れは極限に達しています。日本からの応援チームは今回一般のボランティアとして活動するため、クレーン車など重機は使えません。渡米費用はすべて自分たちで負担しています。ニューヨークの消防士の奴らの声に応えて向こうに行ってやって、で僕らのできる範囲のことを探して精一杯やってきます。いやもうすぐ行くから待っといてくれ、それだけですね今は。はい、11人は直行便で明日ニューヨーク入りし、現場周辺に寝泊まりする覚悟で作業することにしています。ニューヨークの世界貿易センターにハイジャック機が突入したあのテロ事件から1ヶ月が過ぎましても、なお数千人が瓦礫の下で行方不明となっています。その現場を先週日本の消防士11人が訪れ、ボランティアで救助活動に参加しました。きっかけは一通の E メールでした。およそ5000人に及ぶテロ事件の行方不明者たち、その中にはいち早く救助に当たったニューヨーク市の消防隊員たち数百人も含まれていました。全くも別次元の出来事なんで、そこで起こっているその起こったということ自体の衝撃度が大きすぎて、これ一体何やんねやろということですね。ちょっとまあ僕らも戸惑い、衝撃を受けましたし戸惑いましたね。はい、大阪市北消防署に勤める三藤正勝さん、テロ事件はニュースで見て知りました。また多くの消防士たちが救助活動中にビルの倒壊に巻き込まれ、その命を失ったことも知りました。僕らやっぱり消防士ですんで、お互い気持ち分かりますしね、そういう気持ちでみんな上に現場に行ってるもん行ってるんでね、やっぱ胸痛いですよね。三藤さんは今年6月アメリカで開かれた消防の国際大会に参加し、ニューヨーク市消防局の一人の男性と知り合いました。事件から10日後、そのデビッド・ロドリゲスさんから一通の電子メールが届きます。ダイレクトにその声を聞いたような感じですよね。会いたい、来てくれって、もう直接僕に言ってくれてるような気持ちですよね。それに応えたい、そう思いましたね、その時は。休暇を取って民間ボランティアとしてニューヨークへ行こう、気持ちはすぐに固まりました。車の中で寝泊まりしながら現場活動している消防士の何か助けになれたら、向こうのやつ消防士のまあちょっとでも休憩する時間を僕らが与えるなりね、何か僕らできる範囲のことができるんであれば、もうそっちに行こうって、向こうに行って何かしよう。共に国際大会に参加した後輩の小浜直之さんもニューヨークへ同行することを決めました。行かんことには何も始まらへんとも僕も思ってましたので、10月7日、いよいよ出発の朝、24時間の泊まり勤務を終えたばかりの三藤さんは疲れた体を休める間もありません。大阪のほか東京、横浜、名古屋など全国各地から集まった11人の消防士たち、友人を助けたい、その思いだけを胸に一路ニューヨークへと飛び立ちました。
さんたちは公式の救援隊ではなく一民間ボランティアとしてニューヨークに入りました。待ち受けていたのはベテラン消防士の想像さえはるかに超える凄惨な現場でした、はい、テロの現場に立った日本人消防士たち、続きをどうぞ。到着したその夜、早速市内の消防署を訪れた三藤さんら11人。そこで目にしたものは事件で命を落とした消防士たちの写真でした。今すぐにでも救助活動を手伝いたい、消防士たちの気持ちは流行ります。 No, we have several problems, many, many problems. One of them is controlling the number of people that we have in the site. 翌朝、一行はメールの送り主デビッド・ロドリゲスさんとの再会を果たしました。6月の消防大会の写真を手渡します。 That's rightNice boy. Seems like a long time ago. Yeah, long time. Indianapolis. デビットさんが消防局に掛け合った結果、現場を遠くから見ることだけは許されました。すべてが怪しいです。崩れ去ってますよね。いくつかの鉄骨が見えるだけで、ちょっと生命があるような。感じられなかったですね。悲しいですね。しかし救助活動そのものへの参加はまたしても認められませんでした。この日の午後、日本人消防士らの熱意に押される形で現場責任者からとうとう許可が下りました。膨大な量の瓦礫に圧倒されて言葉を失って立ち尽くす消防士たち。瓦礫の至る所から立ち上る煙。まだ5000人近くがこの中に取り残されているというのです。日本の消防士たちは瓦礫の撤去作業のほか、くすぶる煙への放水も任されました。民間ボランティアとはいえ、同じプロの消防士としてアメリカ側も彼らを認めてくれたのです。11人は時が過ぎるのも忘れ、夜が更けるまで作業に取り組みました。来て足運んで何かさせてくれって言って、まあすることはなくてもっていうのをまあ続けた結果ね、だから僕らのみんなの情熱を分かってくれたと思いますね。それは本当に、まあ、僕らだけがこんな状況の中で僕らだけが喜ぶとかおかしいんですけども、まあ、僕らにとっては嬉しいことでしたね。 Just goes to show that the Brotherhood of Firemenare all over the place. It's always the fire department first, nationality second. And we greatly appreciate, you know, all their time and effort coming here. And... 三藤さんは11日に無事帰国し、疲れを癒す間もなく、次の日には北消防署の勤務に復帰しました。一通の E メールがつないだ太平洋をまたぐ消防士たちの友情。
友人との約束を果たすことができた。三藤さんら11人の心は今大きな誇りに満たされています。